19世紀のエングレービング、偉大なるセソストリス。カデシュの戦いにおけるラムセス2世を描いたものとされる。セソストリスは、ヘロドトスの歴史に記録されているヨーロッパに侵攻したとされる古代エジプトのファラオ。ヘロドトスの歴史によると、セソストリスは陸路でアナトリア半島に入って精神し、海峡を渡ってヨーロッパに侵攻し、 スキタイ人やトラキア人を破ったという。そして帰還する際に、コルキスのリオに川に植民者を残していったとしている。またセソストリスは、敵国を征服する際に、敵軍の抵抗が弱かった場合、彼らを女のような戦いぶりだったと侮辱するために、その敵国の首都にジョインをかたどったものを乗せた柱を立てさせたという。ヘロドトス自身は、 こうした話の大部分はエジプトの聖職者から聞いたものであると言って読者に注意を促しているが同時にコルキス人がエジプト人入植者であると一般に知られていることも不起している。またセソストリスはペーローンの父でありトロイア戦争の話に登場するプロテウスの祖父であるとしている。シケリアのディオドロスやストラボンによればセソストリスはスキュティアやエチオピアまでも含む 全世界を征服し、エジプトをのメスという行政単位で分割し、法を定め、エジプトに、カースト制度とセラピス信仰を導入したという。大プリニウスは、セソストリスが、コルキスを、サウラケスに敗れたという話を伝えている。セソストリスの伝説は、第12王朝のセウウセレト3世をベースとして、セティ1世や、第19王朝のラムセス2世などの要素が、 盛り込まれたものであるとされる。プトレマイオス長期の歴史家マネトが、セムセレト三世の記録と思われる部分でギリシア語で、セソストリスの名を挙げているため、セソストリスとは、セムセレトの天下であると考えられている。ブリタニカ百科事典の1911年版では、知られている限り、ユーフラテス川を越え、もしくは省アジアに入り、 ましてやヨーロッパ大陸に到達したエジプト王はいない。と書かれている。ヘロドトスが見たというヨニアのセソストリスをかたどった石碑とはおそらくカラベル峠にあるルビ人のカラベルレリーフのことであるが、ここに刻まれていた人物像は現在アルザワの王タルコンデモスであると考えられている。セムセレト三世はレバントを北上してシェケムまで征服しヌビアにも 勢力を拡大した。ヘロドトスのセソストリス像は、こうしたセムセルト三世の業績を極端に拡大して作られたものである可能性がある。ありがとうございます。